乳児期は栄養摂取の方法が大きく変化する時期です。胎児期は胎盤から血液を介して栄養素を取り込んでいたのに対して、出生後は口から食物を摂取し、消化管を介して栄養素を取り込みます。乳児期は摂食や消化吸収に必要なさまざまな機能が未発達のため、母乳や乳児用に調整された人工乳、いわゆる乳児用調整粉乳が適しています。母乳栄養には多くの利点があります。乳児の発育に必要な栄養素が乳児に適した割合と濃度であること、栄養素の組成は乳児の消化吸収、代謝の能力に応じた状態であり、アレルギーの心配がないこと、母乳に母体の抗体が含まれており、乳児の免疫機能を高めること、乳児の腸内細菌層にビフィズス菌が増え、腸内感染が起こりにくいことなどが挙げられます。しかし、母乳栄養にも欠点があります。例えば、母親の食生活により、母乳中の栄養素が不足することがあります。母乳中のビタミン K が不足すると、乳児が新生児メレナや特発性乳児ビタミン K 欠乏症を起こすことがあります。母乳中のビタミン K が不足しないよう、納豆、海藻など、ビタミン K を多く含む食品を摂取し、栄養バランスを整えることが大切です。